簡単なのでぜひお試しを。オレンジを茹でます。はい、茹でたオレンジです。切り分けます。半分に切って刻んでいきます。はい、鍋に入れて砂糖を加えて煮てまいります。残りの砂糖を加えてもうしばらく煮込みます。はい、完成です。完成したマーマレードを叩いてもいいですよね。自作したらびっくりする料理の一つね。ぜひお試しを。美味しい。